ました。とレベル19だっけ、90万ポイント達成ありがとうございました。今日の10時までで、ありがとう。まあまあ、ソファーもらう、ありがとうございます。ちょっと待って、じゃあ音は出しっぱにしてまあ、孫はさっき食べた。今日ちょっとあったかかったよね。昨日じゃないな、一昨日までのツイッチのアーカイブ、載せました YouTube に。今日ぐらい載せたはず。よいしょ。え、サム、あ、それまだサムネ作ってないやん。8番出口でしょ。サムネ作ってない。スポーツだけしとくか。ちょっとくしゃみでそう。一番出口やったよ、昨日。今日は、うん、どうしようかな。今日遅くなっちゃったから、ショールームだけしようかなって思って、今日ツイッチなしで1時ぐらいまでやろうかな。ショールーム1時に終わる感じで、コサと言ってないです。
長くて大丈夫、大丈夫だよいつも長いもん、やってる時間うん、明日じゃないや、あのなんだっけ、次のイベントがさ、私21から、あ、エンジェルクマありがとう、ありがとうございます、ありがとう次のイベント21からなのね、だから18、19、20 3日間さ、イベントない日あるじゃん、その日がちょっとスイッチ長めでしよっか、スイッチやろっかな、ショールームじゃなくって、せっかくこの期間スイッチにしようかな、ショールーム一旦お休みして、そこの期間3日間スイッチだけでみたいなって思ってるんだけど、スイッチの条件はだいぶ前に満たしてる。だから今ね、あのサブスクとかできるようになってる。スイッチパートナーってやつがあと少し、配信時間が、あと 24.96 0.04 ってどんぐらいだろう、わかんないけど何分かわかんないけど、次配信したら達成するね、これ。連続ショールームの時、連続ショールームがね、もうそもそもないんだよね、毎日なんちゃらみたいなやつが、毎日配信の日数がフリー枠だからなくって、だからやめてもないんだよね、特にそのカウントが、ないの。 BGM の曲名はシュワシュワハニーレモン、500ml だっけ、そんな多くないっけ、350だっけな、 350ml です、シャシャハニーレモン300ml ショールーム、3日間だけ、ツイッチだけで配信しようかなと思ってます、その3日間、うん、18、19、20、イベントがないからその期間って思ってる。YouTube はなんかね、スパチャ？でまた配信してないからスパチャじゃない。スーパーサンクス？スーパーサンクス？スーパーサンクス？やつはあるけど、予選時間はまだ達成してない。Twitch は何時かい？ Twitch は今日はしないです。今日は、あ、ショールーム1時まででおつもりで、15分経過はね、多分普通に誰でも表示されるやつじゃない、あの毎日配信のやつがなかったとしても誰でも表示されるやつだと思う。毎日配信しておいてもね、この毎日配信のカウントはないんだよ、フリー枠だから。だからね、もうなんか途切れるとかない、毎日配信がそもそもないから。うん、ケンディパーありがとう。花粉症ちょっと今日ちょっとあるわ、症状が一番出口だ、エペ一番出口とりあえずクリアさせてからエペしたいなって思ってる。あとちょっとだよ、ね、あと
18個とかだっけ、あの異変探すの。あと少しだから。一緒に空いたら頭にケーキ乗っかってるクマはリラックマ。これはね、リラックマじゃなくてショールームのクマです。ショールームのギフトでさ、クマあるじゃん。あれの誕生日バージョンのクマです。なんかいつかの誕生日のキャンペーンみたいな時に、ポイント達成していただいたクマです。ベアは行ってない。市販薬飲んでる。とりあえずこれがなくなったらあと少しあるから。それ飲み終わったら行こうかなと思ってる。一番出口簡単なの。簡単、どうだろう。わかんない。簡単。いや、そんなに難しくはない。難しくない気がする。難しくないよね、あれ。簡単な方かも。出口はなんかそんな怖くない、怖くない。でもなんかちょっとだけ怖いところもあるけど、急になんかネタバレになっちゃうかもだけど、急に真っ暗になったりとか音とか。最近テトリスやってないや。だろう。あと18個だから、3周すればクリアできる。でも8個全部、異変ない時もあるからな。4から5周 ?4、5周すればできるかな。ガラケーのやつじゃない。一番出口は。異変がない時もあるの。これがむずい。トリスね、今度やろう。初訪問ありがとうございます。じゃあアハ体験の異変もある。どういうこと？アハ体験って何？聞いたことあるけどあんまよく分かってない。アリューシーでパルワール、あ、ポケモンみたいなやつだ。それやってたんだ。なんか聞いたことはある。どうだろう。パルワール、明日はとりあえず8番出口して多分全部いけると思う。クリアで終わったらいけてかな。地下鉄の出口、地下鉄だね。そう、地下鉄。でも面白いあれ。画像の一部が途中から変わってるのがアハ体験。画像の一部が途中から変わってる？そんなのはな、むず。むずいね。また早く入れた、8番出口。
妹がフォートナイトとかゼルダに連れて本当のことをテレビで言ってた。ホワイトナイトとかゼルダにも似てるのね。ポケモンしか知らなかった。出るやつ。なんか昨日さ、YouTube のカメラ、YouTube 用のカメラ撮る動画撮るカメラを買おうかと思って調べたんだよ。何がいいかさ、結局わかんなかった。Vlog 用のカメラを買いたくって。Vlog 撮れるみたいな。Vlog カメラ調べたけど。わかんなかった。キルリーダー倒してチャンピオン取れたんでよく寝れそう。確かに、それはよく寝れそうだ。すごい。Vlog カメラ、そう。どこがいいんだろう。またあいつ、また、早くふぐね。ホットナイト弟がさ、前やってたんだよね。でも今やってない。けどまあ、聞いたら詳しいかも。私はやったことないけど。どこのメーカー買おうかな。ひなこがソニーのカメラ使ってたから、ソニー調べてみたけど、どれがいいか分かんなかった。いっぱいあってむずい、うん、あ、2度目の方ありがとう。店員さんに相談してみる。いやもうネットで買いたいの。ネットお店に行かずにネットで買いたい。いいです。どれがいいのか分かんないな。Amazonで買えるやつがいい。天ギフで買おうかと思ってて、全部は無理だけど。もう言うて全部値段は出せない。少し安くして買おうかと思って。だからアマゾンで売ってるのがいいんだよ。どれがいいか分かんなかった。昨日調べてみたけど。いろいろ買わなきゃじゃん。なんかカメラだけで買ってもさ、自分で撮るってなったらさ、なんかなんていう、あのなんか三脚、ちっちゃい三脚みたいな、こう手にも持てるし、三脚みたいにも使えるみたいなやつあるじゃん。あれもいるし。どのぐらいがいいんだろうな。カメラだけで10万以内がいいな。ぐらいじゃない。安いとあんま良くないだろう。10万とかってどうなんだろう。あんまり分かんないけど、うん、結果ならアマゾンです。スマホのカメラはちょっと使うつもりはない。スマホの容量がもう
もうただでさいっぱいだからカメラ撮れ、カメラ使えない。動画でさそんな長時間のいい画質のやつを撮っちゃうと無理ですね。ちょっとダメかないよ。だってわかんないもん。カメラなんて買ったことないし。ないです。なの？パワーショット。どこがいいんだろう。ポケットにあるぐらいコンパクト。あ、ちっちゃいんだ。お便りアマゾンね、天ギフがあるからそれで買った方がお得じゃない？だからだからアマゾンで買いたい。全然買い物したことない。ちょっとめんどくさいんだよね、お店行くのも。買ってしまいたくって、ネットで。何かのついでに行くんだったらいいけど、それだけで行くのはめんどくさい。ムービー用のカメラ、そう。YouTube 撮る用の、動画撮る用のカメラ。店員さんと話すの苦手だね、私。いや、苦手。そうそう。行きたくないな、お店。いつか買うのめっちゃ遠のきそうだけど、どうしよう。いや、お店で行って買うんだったら多分買うのめっちゃ遠くなる、先になる。お店行かないから。どうしようかな。私はもうネットで買ってしまいたいんだけど、異性活に。身近な知ってる人いないんだよね、カメラ詳しい人。家のすぐ隣とかに電気屋さんがあればいいんだけど、あるわけないし。ないから。お父さんもカメラ持ってないね。うん、フォローと初訪問ありがとうございます。ソニーとニコンとキャノンとパナソニックどれがいい、どれがいいと思う。え、わかんない。私、え、わかんないの。いや、わからない。ソニーの ZV-E10? それ見た、昨日見たの。ソニーのやつ。良さそうだなと思ったけど。結局どれがいいかよくわかんなくて。10万ぐらいの。ないっけ、そんな。
9万ぐらいか。これいいんだ。昨日ね、めっちゃ喋ってやろ見てた。は最初はいらないかな。そんなに一気に揃えない、少しずつ揃えていくから。これかな、ミラーレス一眼カメラ、これじゃないですか。あ、これだ。これ9万ぐらい。どれがいいのかよくわかんないんだよね。重さは 299g って書いてある。何がいいのか分かんない。あれさ、暗いところでも高画質で撮れるんだって。そうであるけど、これ買うんだったらさ、なんかレンズも一緒に買った方がいいのかな。パワーズーム、ズームできない？あ、ピンじゃない、ピンじゃないの、これじゃない、こっちがスタイルって。でもね、いや iPhone はね無理なんだよ。いや iPhone もう1台買わないとiPhone もう1台買うんだったらカメラ買った方がいい、絶対に。普通に容量的に。見た目でいいの？違う、見た目がいいの。なんか、自分のテンション上がりそう。長いのかな、やっぱ。ソニーのさ、ZV-E10?パワーズームレンズキットってのがいい。このぐらいのカメラそんな性能…あ、ないんだ。これがいいの？パワーズーム黒仕様。いや、そこまでいかなくっていい。普通に YouTube がちゃんと撮れるぐらいの、あんまり画質が悪くなくって普通に撮れたらいい。フル仕様とまではいかなくってもって感じ。良さそうだなとは。昨日
何の Vlog のシリーズ ?Vlog? V カメラ ?V カメラじゃん。Vlog カメラ ?Vlog が抜けた。Vlog カメラ?いろいろ見てたけど。いや、GoPro じゃなくてね、こういうカメラが欲しくて。調べてるの今。これなかったらズームがどんなの？これめっちゃ悪くて見づらっ。YouTube が撮れるやつが欲しいな。あと Amazon で買えるやつね。 Amazon ないと買えない。あ、マキフが使えない。 Amazon で買えるやつ。喋ってみよう、後でネットで。買えないことはないよ、買えないことないけど、どうせならマキフ使いたいから。そう、ひな祭りのやつはさ、あったじゃん。ひな祭りのやつ、あれも天岐阜にしたの。結局1万5000円分の天岐阜にしたから、それで買おうかな。あと、いつ来るか、でもいつ来るか分かんないんだよな。わかんないんだけど。あと、この間のホワイトデーの、ホワイトデーのやつもあんまギフがもらえるから。それを全部使ってちょっと安くして買おうかなと思ってた。カメラ何色でもいい。白か黒だったら黒がいい。白の汚れが目立つ。まだ届いてない。天城風だよね。まあでもそれが来ないと無理か。大吉だ。早く買いたいけどな。スタート、アシス、あ、なんかそのセットあった。なんか、なんだっけ、あの、持ち手のやつ、なんていうのあれ。わかんないけど。あれと、なんかバッテリーと、その、バッテリーだっけ?あとなんか充電するやつみたいな。なんかついたでしょ。フィルムとかか。あ、YouTube 紹介動画上げてる人多い?見てみようかな。パソコンもさ、そうやって買ったんだよね。あの、なんだっけ、PC、ゲーミング PC。最初に動画見て、お店も行ったんだけど。お店で行って、でも結局はなんか自分でネットで買ったから。
来る予定。あんま岐阜いつ来るか分かんない、いつだろう。しつけし、いやなんかね、虫さんの人が言ってたかな、なんか忘れたけど、それでつけたんだよ。自己判断じゃないあれは。その人が言ってたか、動画で見たか忘れたけど、それに自分でつけ、なんていう、つけたわけじゃない。編集ソフト、編集ソフトはまだわかんない、何があるのかすらわかんない、したことないから編集。編集ソフト、え、編集ソフトって 無料のじゃ厳しい、有料の買わないと厳しい、あの厳しいか、キノコの弟は何で編集してるんだろう。タツオモの方ありがとうございます。最初は無料でやって、私が満足いかなかったら有料の買えばいいかな、有料のやつ買って。もそもそもカメラ買わなきゃな。編集アプリ以前に、いやね、ひなこの弟に、あのひなこに聞いて、弟に聞いてもらわなきゃ。ひなこ編集してないからね、ひなこの弟だからね、編集してんの。編集のバイトもするならプレミアとか覚えて、バイト、編集のバイトしないしないしない、どっから出てきたのそれ、しないよ。編集のバイトはしないよ。ひなこ弟がね、編集してもらう、あ、 してるの、きなこの動画。うん、きなこの弟、弟がパソコンでやってるし、編集。ひなこに聞いても分かんないの、弟がやってるから。それで高機能の編集ソフトだとだ読めない、なんちゃう、使ってる人が多いと思う、それ読めない、これ、でもこれ、まあ、でもカメラ買って編集ソフト探すってなった時に調べればいいや、出てきそうだよね、それもまたこれいいですよみたいなやつ。すごいな、本物。え、 Mac ってその動画編集に適してるパソコンなの、え、そうなの、
マックは買わないけど買わないけど。まだカメラ買わないとね。このパソコンで編集するつもりで。ダヴィンチリゾルブ。ダヴィンチリゾルブ。カメラ買った時に覚えてたらあ、また調べる。カメラ買った時にその編集アプリ何がいいか、ソフトを調べてみる。きっと出てくるよね、そんな人気のやつだったら。調べた時にきっと。覚えてられない気がするからとりあえずはあのカメラを買う。とりあえずはね。ゾモンの方ありがとう。でも撮った？みんな私じゃなくて。いや私が撮るよ今。みんなが教えて、そうだよね。教えてください。カメラ YouTube とか見てみる。 YouTube で動画をカメラ紹介してる方とか見てみます。全部外注しよう。やばい、手っ取り早いけど一番自分で作りたいから自分で作る。あ、許可たまず266人、ありがとう。ありがとうございます。先月の人数、先月266だって。先月の私の何、先月の許可たまずの人数と一緒になった。ありがとう。ありがとうございます。動画メインで、え？カメラでしょ？そう、カメラ。動画メインで撮る。写真はもう撮ったりするかもだけど、動画撮る用のカメラが欲しい。ね、先月に並んだ。ありがとうございます。ありがとう。よかった。あ、ハズオもありがとうございます。ありがとう。ね、300人いけるかな？あと134人？え？ 134 人？それ400人か。ん？あと34人？間違えた。134人は400人だね。あと34人か。266だよね。間違えてた。34人。いけるかな？うん、いけるかな？今月、分ぐらいあと。トモの方、ありがとうございます。お、267人。ありがとう。ありがとうございます。許可たまず267。先月の人数超えた。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。やった。やった。超えれた。
嬉しい。今のさアカウントの人数しかわからないんだけどさ、前のアカウントの方もその人数もう見れないか、ログインできても。私が先月と今月のやつしか見れないから見れないわ。何いたんだろう、あの時の最高は。400人ぐらいいたのかな、ちょっと分からないけど。みんな表…あ、そうなの、されてなかったんだ。最高人数はね、多分ね、ここだっけ、これだ。最高人数見れない、先月と今月しか。え、そうなんだよ。ファンパワーはまだ先月の5位な。ファンパワーってなんかよくわかんないけど。ファンパワーって何？ファンパワー先月4815で、今月は3827。あと1000ぐらいか。先月。ファンパワーって何？前の間で行く方の表示なんてしてない。わかんない。え、でも前あったよね、あのそのこのレベルのやつはあったよ、前も。でそのファンの名称を許可とむずに書いてたけど、人数が出てたかは知らない。人数出てたのか、あったよ、人数も出てた。まあでも最高人数なんて覚えてないよね。こんばんは。2度目の訪問か。ありがとう。あ、フォローありがとうございます。ありがとう。覚えてない。そりゃそうだよね。覚えてないよ。私だって覚えてないもん。そんなに見てなかった、その時は人数を。あ、初訪問とフォローありがとうございます。ありがとう。今、フォロワー何？21人、ありがとう。あ、メンバーやってるけど、あ、表示されないんだ、人数は。知らなかった。メンバーが出てたのかな、出てなかったの。全然記憶になかったわ。なんかバッチ、バッチが
こう名前の横についてるの覚えてたけど、何があったかな、覚えてない。でもその初訪問とか出てた気がする。2度目とかしなかったか、レベル上がったら出てた気がするな。こんな配信やってたのにな、覚えてないな意外と。そのなんか表示のやつは、アンパーレベル10で1ポイント、ファンレベル11で、あ、そういう感じなの、知らなかった。ファンパワーって今ってさ、なんだろうって思ってた。そういうのなんだ。92で3ポイントのようにで、ファンレベル10以上でレベル上がることに加算され、加算ポイントが1ずつ増えて、あ、そうなのね。初知り。あ、じゃあ少し寒いの？あ、初訪問と2度目の方、ありがとうございます。ありがとう。テロップ書こうかな。1時までするつもりだから。1時は25時。ありがとうございます、ありがとう。私は寝ちゃうかも。あ、それは仕方ない。仕方ない。あ、そう、2度目まではね表示されるの、初訪問と2度目までは。3回目からは表示されないけど、電池切れちゃう？それはちょっとやばいぞ。全然できないの？モバイルでもないの？ピンチだな。明日は最高気温10度ぐらい、え、そんな ?10 度ぐらい下がるの？寒いんだ、明日。あ、フォローありがとうございます。ありがとう。ちょっと寒いぐらいかと思ってた。あ、ちょっとで。10度も下がる。フォローは継続します、よろしくお願いします。あ、こんばんは、初訪問ありがとうございます。2度目の方もありがとう。ちょっと嬉しいね、今日は5月くらいの気候。あ、そうなの、確かにちょっと暖かかったけど。今日外ダウン着て歩いてたらちょっと、ダウンいらないなぐらい、もうちょっと薄めの歌でいいなぐらい。すごいやったかった。ショルマ27時から24時間です。あ、そう、あ、言ってたもんね、なんか3時のさ、3時でなんかこう無料のやつがキラボシだっけが投げれるようになるみたいな、確かに言ってたわ。何時切り替え、ダウンいらなかった、ダウン来たけど知らないでダウン来てたら、
あったかいなって。あ、二度目の方ありがとうございます。初見さんありがとう。やった。今日はツイッチはやらないです。明日から、3日間 ?18、19、20? が、イベントがないの。私、21から飲んでるから。3日間ないから、その3日間はツイッチだけでしようかなと思ってます。明日から3日間。18、19、20。この3日間は。ツイッチだけで配信しよう。だからいつもリツイッチ長めに。私今日も実質イベント終わってから始めちゃったからね。本当はもうちょい早く始めると思ったけど、ちょっといろいろしてたらちょっと間に合わなかった。ごめんね。うん、キラボシ100どうぞ。ありがとう、ありがとうございます。はい、ありがとう。確かにイベントの時お昼にね、帰ったら3時までだよね。3時までいっぱい行ったらキラボシが投げれるんでしょ。21日からはなんかね、お米のイベントに出る予定です。お米のやつ、お米イベント。今日ゲームしてない。だからその21日までの間がちょっと空いちゃうから、その間にスイッチをいっぱいしようかなと思ってる。明日からね、3日間だけだけど、スイッチだけのスイッチ期間。そう、お米明日から、明日からじゃない、明後日じゃない、21から全部違った。21からお米イベントです。誰が出るのかな。 S とかランクがさ、シャルムのランクが S とか SS の方出るのかな。強いぞ、出たら。エントリーはまだね、少なかったよ。決めたら1、2、3、4、5、6、7、8、8人、8ルーム。少ないね。でもさ、21日からなのよ。だからまだ絶対に増える。ボイスとかに次のイベントは何出るかまた今度考えよう。なんかイベント出てるか。米狙い、米狙い、米をちょっと目指して。米、米ですかね。米、これいつまでだっけ。20、21から27かな、7まで。27まで。28からね、育てる。これいいじゃん、安眠女子。え、私のこと寝る。枕がもらえるんだ、これ。3位、売れ筋の安眠グッズ。何安眠グッズって。
1位2枕で。安眠イベ。枕イベ。枕がもらえる。安眠グッズか。筋トレ女子とかある。あんまり筋トレは私っぽくない。筋トレあんましないけど。すごいよ。1位の商品。豪華で可愛い筋トレグッズ。豪華で可愛い筋トレグッズ。引き起こしアシスト機能搭載腹筋ローラー。どういうこと？引き起こしアシスト機能搭載。どういうやつ？機能腹筋マシーン。何それ？ホームローラー。健康ステッパー。ステッパー。カラーダンベル 1kg×2個。トレーニングマット。いろいろ。まあ、これは出ない。これ出てない。もうちょっと待ったらいろいろ出そうだね。カップ麺はでも私これちょっと期間かぶってるから出ない。28からなんだったら25からで思いっきりかぶってるわ。これはこの前言ったけどカップ麺がもらえる、ね、1位だったら。さあこのさ、安眠イベのさっきの安眠女子、目指す安眠女子、高級枕獲得バトルってやつさ、1位結構2万円から2万5000円ぐらい相当の枕がもらえるって。結構いい枕だ。私が今使ってるのは、安い枕。ネットで買ったやつで枕。でもふわふわでね、いいよ。安い枕だけど。寝てるとこ見れる。いや、さすがに寝る配信はしないよ。寝る配信はしないよ。多分配信止まっちゃうんじゃないそれ。一旦お手洗いってきていい？待ってて。よいしょ。待ってて。待ってて。待って。小気味を置いて。小気味の。どう？いい感じ？じゃあもうちょい描こうか。じゃあ小姫白いからちょっと白飛び しちゃうかも。それで待っててもらおう。待っててね。待って歩いてくる。待ってて。
ただいま。オッケーよいしょ、オッケー。あ、初詣の方ありがとうございます。こんばんは。コギ君普段見えないからな、この椅子で隠れてて、ここにいるけど見えないから。ここに点描く置いてて転がってた。こんばんは。ズホモリッツブランケット、これはあの動物の森のタヌキチです。タヌシもいるよこっちにね。キャンディーパーありがとう。ブランケットいつも届きそう。あの派手なやつまだわかんない。わからない、届くかな。わかんない。何入れようかな次は。なんか私の出てるかな。なんてよ、いや、増えてなさそう。ユウって書いてある。タヌキ、そう、タヌキチ、あの動物の森のキャラクター。これは動物のゼラピケと動物の森のコラボのやつ、ブランケット。初詣の方ありがとうございます。はいでしょ、このブランケット。ピーチ姫とかのクラブ、あ、今やってんの？知らなかった。知らなかった。ありがとう。ブランケットタック映ってほしいな。この前のパンダさんのやつ。いろいろイベントでさ、あの、モレルザック届いてほしい。あなた。ブランケットと入浴剤と、なんだっけ、ブランケット入浴剤、あ、旅行のやつ、ホテルギフトと
そう、旅行のつ旅行の方という人とミニカタログギフトと甘ギフムか、甘ギフト、あと今日までのさ、なんかヘッドホンとかソファ早く届いてほしい。あ、初物の方はありがとう、二度目の方もありがとうございます。いっぱいある、いっぱいあるけどまだ一個も届いてない届いてほしい。気づいたら12時超えてた、ひまたぎしてた地味にこ向きで枕、あ、確かに私も寝るときさ横向きだから向き寝のやつあるよね、あれ良さそう。やってみたい。まずも確かに楽しいね、いつかなみたいな、まだかなって思ってる、もう早く来てほしいけどよくさ使い決め何年かか、確かに。しかもなんかこうちっちゃいさ、一個一回一回のやつ、なんていうの、あの一個一個使い切りのがさいっぱいあるって感じじゃなくって、普通になんかこう入浴剤の粉がさいっぱい入ってるのが大きいのが1個みたいな感じだった。どれだったっけ、な何グラム入ったの、今見たら分かる。いつ来たっけな、私え、違うわ、粉がいっぱい入ってるかタイプですかと思ってたら、なんかこうなんか入浴剤のこのさ、このなんていうの、1個入れるやつがなんかいっぱい入ってるやつっぽい、個包装とかじゃなくってこう上がチャックになっててさ、で30個入ってるみたい、30個入ってるだから30回分のやつ。30回分じゃないのか、いやでも10回分って書いてるわ、30回だっけ、30個入りだけど1回で3つ入れるってことか、そういうこと。どこに書いてある、多分そうだと思う、1回で見つけが30個入ってる袋タイプの入浴剤、そうで10回分らしい、だから1回で3つ入れるんだって、1回で3つ入れるし、
行先にも持っていけそう。なんか分けたらちっちゃい袋に。あ、友の方ありがとう。袋にね、分けた。多分ご包装じゃなさそう。まあ届いてみないと分かんない。多分上貼るの。家では貼らない。家で貼るときはシャワーのみで、なんか旅行行ったときとかに、まあ行かないけど、まあお仕事のときとかにさ、ホテル泊まったりしてて、そういうときにたまにお風呂貼って、お湯貼って、でなんか入浴剤を使ってた。だから旅行行ったときに今度使ってない、そういう感じです。え、待って、なんか背景変わってない？今気づいた。え、背景これだった私今日。え、なんか宇宙になってるんだけど。え、背景これだったっけ。あ、ゾーンの方ありがとうございます。え、今日始めた時からずっとこれだった？嘘、どうだったっけ。え、宇宙背景になってるよ。あ、更新したら宇宙になった。始めた時ホワイトデーだったよね。そうだよね、12時超えたからかな。だからかも。え、みんな更新してみて。更新したら変わる、宇宙になる。え、宇宙背景終わったと思ってた勝手に。え、戻ってくるんだこの背景って。これさ、違う背景になったらもう終わりみたいな感じかと思ってたけど、戻ってくるんだこの背景。初めて知った。初はもうありがとうございます。初知り。戻ってきた。ホワイトで終わったからね。ホワイトでも可愛かったけど終わっちゃった。宇宙ステーションいるみたい。確かになんかそういう感じの背景だ。戻ってきた宇宙背景が。びっくりした今。さっき更新したらさ、これになってて、見間違いかと思った。あの最初ホワイトデーだったの、こんな色だったっけ。久しぶりだ。二度目の訪問ありがとうございます。宇宙からの配信ですけど、久しぶりの久しぶりの宇宙から。いや、逆じゃないこれ、みんなが宇宙にいるんじゃない。見てよ、だってこの背景、宇宙にいるのは私じゃないぞ。みんなだよこれ、ほら見てよ。ほらこの背景よく見て、ほら私はなんかこのなんか、クマが持ってるな、この、クマが持ってないのか、なんか大きい画面の中にいるだけだから。宇宙にいるのはみんなだよ。ほら、アバター見て、ほら。なんか、みんななんか地球の上に立ってる。この、なんて、なんか地球の、このさ、なんていう、浮いてる？みんな。宇宙にいるよ。なんて、地球の上に立ってるってなんか、おかしいけどさ。宇宙にいるわ。私じゃないやん、いるの。初音の方と二度目の方、ありがとうございます。
こんばんは。久しぶりだな、この背景。この背景見ることないとは、え、ね、思ってた。戻ってきた。背景もらえるイベントまた出るまではずっとこれってことかもしれない。まあいいけど。これでもいいけど、ずっと。ずっと宇宙背景の人。二度目の方、ありがとうございます。またみんな体験のさ。みんな浮いてる。3月18日は人類初の宇宙遊泳の日らしい。3月18日？今日じゃん、もう日付変わってるから。タイミングいいじゃん。だから戻ってきたのかな、これが。わかんないけど。二度目の方と初訪問の方、ありがとうございます。ありがとう。めっちゃタイミングがいいね、この背景。初訪問の方、ありがとう。ルームの前はまた宇宙へしてるよね。浮いてる、みんな。みんな浮いてるよ。ルームってそんな Google みたい。どういうこと？ Google みたい。Google みたい？ Google？ どういうこと？どういうこと？どういうこと？いや、わかんないけど、なんか背景戻ってきたからさ、宇宙背景が。もう戻ってこないと思ってた宇宙背景が戻って、よくわかんない。あ、こんばんは。ありがとう、初見さん、ありがとうございます。みんな宇宙旅行でキョウカちゃんが留守番。あ、私、え、そういうこと？留守番？悲しい。一人だけ置いてかれたの？あ、二度目の訪問ありがとうございます。何かの日に Google ロゴ、え、そうなの？初めて知った。え、Google ロゴって変わるの？何かの日に。こう、なんちゃらの日だったかだったら。知らなかった。初めて知った。変わるの？いや、なかった。しょっちゅう変わるの？え、Google のアプリ入れたらってこと？ Google アプリ入れてない。だからかな？わかんないけど。うん。そういうことか。やらなかった、私。うん。トミスの。水。昨日買ったチョコはもう全部食べちゃってないけどね。え、でも苦いチョコなら、苦いチョコも買っててさ。苦いチョコ。パレードショコラ。カカオ 88% のちょっと苦いやつですね。あの苦いやつ。
あ、ヤフーか、あの、サファリで検索する。だから、入れてない、グーグル。いない。ちょっと。見ないとこ好きだよ。でも 88%? これ初めて食べた。意外。意外。Google のプログラム買ってて Google… あ、サイトから見れるんだ。でそういう時は見ればいいのか、 Google のサイトロゴを見に。苦いね、これ。美味しいけど。ルールを好きだけど、板チョコのやつあるじゃん、明治の。あれぐらいがちょうどよくない？わ、苦いね。甘いのが好きですね。チョコ食べたい気分だから、もチョコが食べたい気分。うまい。甘いのが好き。そう、クランキーが好き。ブラックチョコも好きだよ。うん。明治とかの板チョコの、あの黒いパッケージのやつ。これちょっと苦かった。三つ食べたけど。苦かった。お酒入りのチョコはまだ食べたことがないです。チャーリーとチョコレート工場のウォンカチョコレート、あ、ウォンカチョコレート食べたことあるよ。美味しいよね、あれね。夜眠れるチョコ食べて、え、チョコって食べたら眠れなくなるの？そうなの？まあ大丈夫。
ティーボンボンはまだ食べたことない。やった。初訪問の方ありがとうございます。ありがとう。カカオ多いと眠れない。あ、そうなの。知らなかった3つ食べた。3つぐらいだったら寝るっしょ寝るっしょ。こんばんは。ちょこっとお邪魔します。チョコだけに初見です。ありがとう。ありがとう、来てくれて。チョコボール最近食べてない。え、またね、しよう。前にやっててさ、前にやってたあの、チョコボールのあの、箱買いしたやつの、開封配信ね、チョコボールから。エンジェルか。エンジェルが出るか。またやろうね。買ってくる。チョコボール。2度目の方ありがとうございます。キラキラ流れ星100個どうぞ。ありがとう。ここが今度してこようか。え、チョコボールってさ、どのぐらい買ったらエンゼルが確実に出るんだろう。わからないよね。どのくらいなんだろう。1個で何個入ってんのあれ。20個とかかな。初訪問の方、あと2度目の方、ありがとうございます。うん。わかんと、え、わかんと。タコ買いね、知ったんだけど、カートン？ワンカートンって何？一箱じゃなくて？ってこと？ってこと？チョコボールは着てたの懐かしい。前回6個かな？何個が買って当たったの？確か。奇跡的にびっくりした。うん、初訪問ありがとうございます。こんばんは。500分の1らしい。金のエンゼル500分の1。ああ、当たる気がしないんだけど。銀しかない。前出たこと、前出たのも銀。あの、金はない。まだカートンは12箱買うってこと。さすがに多いよ多いって。え？多いよ。一箱でいいよ。一箱で多分20個のはず。こぼるって。あ、20じゃない？確か。それを12個？え、240個？え、多いって。いらないっすね。そんな買っても大変だし、食べるの。12個か。あ、初訪問ありがとうございます。初見です。ありがとう。こんばんは。二度目の方もありがとうございます。金2回当たったことある？すごい。20個買ってゼロもある。あ、20個買ってゼロあったよ。あったあった。全然あった。銀も出なかった。あります。1個も出ない、買ったこと。ある。だから、20個買っても、ここで買っても出ないかもしれない。いいんです。
がとう、初見さんだ、ありがとうございます。キーマン1カートに1から3入ってる。プラで買って金集めた時は300個いかないくらい。嘘、入ってない時あったよ全然。あの1個も入ってない時あったよ私。え、だいたい1個ぐらいしか入ってなかった。1カートン、1カートン、1箱、あ、カートンかそれ、1カートンか。じゃあ12箱ってことか、びっくりした、1箱かと思った。ごめんごめんごめん、カートンだった。12箱買って、え、待って、12箱買って1から 3？ え、ってこと？え、そういうこと？え、だいぶだいぶだいぶやばいね。12箱買って1から3個は結構食べなきゃ。そういうことか。え、そうだよね、カートンってこと。やば。うん、初思うの方ありがとうございます。2度目の方もありがとう。初見です、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、初訪問いっぱいだ。あ、フォローもありがとうございます、ありがとう。いや、あの時配信で銀のやつ出たのめっちゃ聞いた。あの6個ぐらい買って出た時だっけ。え、めっちゃラッキーだね、確かに運が良かった。ホワイトデーのお返しとかもチョコが売れ、あ、チョコ、チョコ大好き。あと何があるの、お返しとかって。スイーツ、何でもあるか。なんかマカロンとかもあるイメージ。マカロンも好きだね、美味しいね。何があるんだろう。でもスイーツは基本全部好き、好きです。5個目で当たったよね、よく覚えてるね。覚えてない私。よく覚えてるな。あ、マシュマロとかもあるか。マシュマロもいいね。なんか最近はマシュマロ可愛い形のものを売ってるの見る。形がいろんなのあるさ。使った20個だった。あとカート包装されてないやつか、金でなんか、え、どういうこと、どういうこと。1箱と20個、あ、1箱ってことね。1箱で1から 3？ え、銀1から3も出ないよあれ、出ない出ない。だって私前何回か買ったことあるよ、あのお父さんが、だけどお父さん買ってきてくれてチョコボールを1箱ね、1箱か2箱で、1箱で1個も銀出ないこともあったし、出たとしても 1,2 個じゃない、3はないね、出たことない、出ないこともあるよ。確実に入ってるわけじゃない、銀は。ある。めっちゃ前だけど。あ、初音の方、いっぱいありがとう。あ、クッキーとかもいいね。クッキーも好きです。キノエゼル出たらおもちゃの感じ。キノエゼルは、そう、1枚で買えれる。おもちゃの感じ。銀が、5枚 ?3 枚 ?3 枚 ?5 枚か3枚忘れた。ホワイトデーにマカロン渡すとガチらしい。あ、そうなの？てか、なんか見たことあるわ、それ。なんか、こう、マカロンはどうで、マシュマロはどうで、キャンディーもなかった気がする、どうで、みたいな。何が何だったか覚えてないけど。初音の方、ありがとうございます。プロ野球チップスはね、買ったことない。
お父さんがね、あのチョコボールいつも買ってきてくれてたの、箱。自分が食べたくなったら絶対買ってきて。お父さんが半分近く食べてるから、あれ。開けた後、冷蔵庫入れてたら。めっちゃ食べるね、お父さん。甘いもの好きだから。初訪問、ありがとう。ケーキ全部食べたパパ。ケーキ、あ、お父さんにケーキをあげたの、誕生日ケーキ。私ちょうどその時家にいなくて、あ、なんかギフトで送ってあげて、したらお父さん一人で食べようとした話ね。あ、でもちゃんと家族全員で食べたらしいよ。さすがにね、お母さんが言って、みんなで食べようよみたいに言って私はみんなで食べるようにあげたのよ。ワンホール、ワンホールって言っても、まあそのめっちゃでかいワンホールじゃないけど、多分あの郵送できるサイズ、ちょっとちっちゃめだと思う。ギフトとかのやつだし、そんなに高くないやつだから、ちっちゃめのワンホールで、みんなで食べるようにあげたの。お父さん一人で食べようとしてね、本当にこんばんは、はじめまして、ありがとうございます。初見さん、ありがとう。どうもありがとうございます。ありがとう、他の初訪問の方もありがとうございます。コボールアイス、あ、なんかコンビニに売ってるやつね。それは食べたことないや。まだ。ない。お父さんは、私のお父さんは甘党ですからね。あの、辛いもの一切ダメな代わりに甘いの大好きって感じ。私のお父さんは。そういう感じです。甘いのが大好きなの。いいよ。あ、そう、私のお父さんはお酒も飲まない、酒も飲まない、マジで飲まないっていうかは飲めないのよ。飲めないって感じちょっとね、体質的に飲めないみたいな、アルコールが一切ダメって感じ。私のあのお酒と辛いものがダメなのとさ、しっかり甘いもんです。私のお父さんはそれです。うん、初訪問ありがとうございます。初見さんもありがとう。初見さんも一緒だな、ありがとうございます。コメントありがとう。タムパパ意外に強めのタム。私が、私辛いものを食べれるし、お酒はお父さんほど飲めないわけじゃないけど、まあ、ちょっとだったら飲める。そんなたくさん飲めないけど、すぐないから、たくさん飲めないけど、辛いものもいけちゃう甘いの好きなの一緒だけど、お母さん、お母さんはお酒普通って言ってた。お父さんが飲めなさすぎて、お母さんが強く見えるけど、飲めるだけでさ、お父さんが一滴も飲めないからそう見えるけど、お母さん普通です。チョコ食べたからリップが落ちてるや。こう、オイリップ、どうしたの人を酒強いって聞く、まあイメージだね別にみんながみんな強いわけじゃないよ。そりゃあね、私もそんな強くないよ。そんな飲めないね。うん、強くはない。飲めるけど、イメージただの。そういうだけだよ。お母さんは辛いの好きだね。
個人差あるんで個人差があるんでね。トムの訪問ありがとうございます。ありがとう。例えばイチコ、あ、イチコね、有名だよね。イチコ。あと なんかいろいろあるよね、置いたお酒。全部飲めないんだけどさ、私。焼酎系ちょっと苦手。がね、いろいろある。あ、二階堂流れてるわ、 CM 流れてるわ。麦焼酎は飲んだことない。麦焼酎、日本酒なんだこれ。日本酒かな、あれ。飲んだことあるけど、ちょっと苦手だった飲めなかった。私にはまだ早かった。10杯で25時まで持ってくれ持ってくれ、持つといいな持ってくれ、うん、なんか置いたお酒多いよね、そういう焼酎のやつ。CM で流れてて見たりするけど、まあ飲んだことはない。うん、初訪問ありがとうございます。ありがとう。この上地も多分ない。分かんない、分からない、多分ない。分かんない。なんかサワーとか飲んだことあるよ。あと日本酒とかあるけど、でも私サワーはね、そんな飲めないんだよね。私、お酒飲むと顔が赤くなるタイプで。サワーとかのがなっちゃうから飲めない。初見です、こんばんは。ありがとう。飲めの方、初見の方、ありがとうございます。大分に地ビールある？わからないんだけど、わかんないわかんない。今日25時まで配信します。その代わりちょっとツイッチは今日はお休みで、始める時間がね遅くなっちゃったからしようかと思ったけど、両方したらね時間が短くなっちゃうなと思ってやめた。で、その回明日からは、ショールームのイベントがない、開く期間だから、明日からは、スイッチメインでいっぱいする予定です。スイッチ、ショールームお休みで3日間、スイッチする。ぜひ、スイッチの方も見に来てください。ゲーム配信するんで、そっちは。あ、湯布院とかにあるらしいよ、地ビール。あるらしい。あ、知らなかったけど。嬉しい。うん、初訪問の方ありがとうございます。夜間警備は、ちょっとわかんない、それが。ちょっと怖い。怖い。ちょっと怖い。57分に何十分かな。そうだね。あと16分。15分ぐらいか。57分にランキングを読んで、で、1時に。こんな感じかな。
だからスイッチだけだから、スイッチ長くても2時間ぐらいしかやってなかったけど、いっぱいできそう。いっぱいしよう。これです。でね。あとちょっとで25時間いくし、24.96。昨日もうちょっとできればよかったな。なんか、24.96 ならね、この、こう、Twitch パートナーになるための条件で25時間配信するっていうのがあるんだけど、今25分の 24.96 なの。あとちょっとだけ配信すればよかった。96とかなら。ねえ、なんか、あとちょっと。24.96、0.04。何分だろうね、わかんない。まあ明日で確実に達成できるけど。あとちょっとやった。 0.04 って何分。配信前に YouTube 見たよ、ありがとう。Twitch5 時間ぐらい配信、あーどんぐらいするかな。でも配信する時間はいつも通りぐらい。今日ちょっと遅かったけど9時台から1時ぐらいまで、うん、ちょっとかな、明日明日決めるけど3時間はできるんじゃないか。秒単位かな ?0.04 なら。わかんないけど。すぐ達成しそう。よかった。トムの方、ありがとうございます。ああ。じゃあ、とりあえず最初に、8番出口。で、で、終わったら、エペ。エペしょ。エペ、あとちょっとでね、上がれるから。だっけ、ゴールドを3に。0.04 秒は 2.4 秒。あ、2.4 秒?あ、もう配信始めてすぐ達成するわ、25時間。あと 2.4 秒か。2.4 秒あったけば分かったのか。うわ、なんかちょっと悔しいな。昨日、さあ、なんか 2.4 秒ぐらいさ、ちょっと長めに配信しとけばさ、達成してたってこと?なんか悔しいな。いや、0.04 じゃないか。0.04 時間だ。時間。25時間のうちの 24.96 時間だから。え、時間で言うと?え、時間だったら、どんぐらいだ ?0.04。わかんない。ふふふ。今朝するけない。わかんない。どんぐらいなんだろう。あ、2分中ぐらい?ちょっと、もうちょっとしとけばよかったな。ね、どうせなら、ね、なんか、こんな、あとちょっとだと思わなかったよ。初音の方ありがとうございます。2分ちょいね。ね、確かツイッチね、そうランキングなんかあるのはあるけど、あれだよね、ビッツとかのやつあるのはあるけど、あれとかの1週間で変わるんだよね、この日のじゃなくて3位までの1週間で変わるんだ。1週間のランキングがあるの。
まず3分配信寝たらどう。いやもういいよ、3分配信するんだったら明日でいいよ。明日配信してさせていいよ。それだったらねもういいよ、そこまでしてじゃないよ。明日には達成できそうだし。ツイッチパートナーやったら何ができるの？あんま知らないんだけど。イベントパートナー、パートナーで何ができるの？何ができるようになるの？やべっとこう後で。あと8番出口。じゃあ明日に撮っとく。明日ね、明日やろう。明日クリアする。自分の誕生日プレゼント安いのサブスクします。いいもの買いな。安いにするとどういうこと。ちょっとねまだつけれてないんだけど、なんだっけ、バッチがなんか、バッチにアニメーションがつけれたり、あとは、スタンプが増えるんだけど、作ってない。ティア3。まだね、ティア1のしか作ってないから。もうちょっと待って。スタンプだっけ、早く作るわ。作れてない。ティアスリーはまだ、でも私1個しか作れないんだよね、スタンプ。あとどこだっけ、サブスクのバッジまだつけてないから。じゃあアニメーションじゃないか。バッチフレアって。なんか、バッチフレアってのがあるし。なぜ？何かに入ったか分からん。多分ティア1かな。ティア2、ティア 1？ ティア 1？ なんていうの、ティア2以上はね、パターンまだいなかった気がする。ここで見れる、ここで見れるんだっけ。どこで見られるんだっけ。概要、ちょっとね、むずい。どこで見れるんだっけ。人数違うな。どこで見れるか分かんないんだけど、どこで見れる。しんどいよ。いや、どっかで見たんだけどな。どうやって見るんだっけ。本当かな、違うの。すごい見たじゃない。どこで見たっけ私。どっかで見れる。どっかで見れるけど、わからない。これか、違うか。どこで見るかがわからないけど、ちょっとわかんない。
ツイッチパートナーは最大60個の、あ、60個作れるようになるのか。それが増えるのか。サブスクの還元率はね、ツイッチパートナープラスになったらいけるの。もう一個上のやつ。還元 70% になるのは。還元率 ?70% に上がるのは。うん。例えば、スイッチ、なんか、どこで何が見れるのここ。あ、やったあった。見れた見れた。そう、ティアワンが、そう、今45人います。ありがとう。むずいね。スイッチ。初訪問の方と2度目の方、ありがとうございます。ありがとう。プラスっていうのがあるの。パートナープラス。パートナープラスはむずいよ。毎月ね、350人以上サブスクなの。サブスクギフトとかじゃない、コミじゃなくて、サブスクだけ。だから350人の方が、こう入らないといけない。むずい。しかも3ヶ月以上。むずい。だいぶ先になりそうだけど。頑張れば。いけるかな、いけるかな、わかんないけど。確か350人多いよね。しかもサブスクをギフトを含めないだった。だからなんていうこの自分から入った方、こう自分でなんていうのギフトでじゃなくて自分で入った方が350人です。ねハードル高いよね。それはちょっと還元率 70% なだけあるわ。大変だ。いやー、2、3、4のもどんどん作る。なんだっけ、バッジとかスタンプも作っていくつもりでいる。じゃあ早く作るね。早く作るね。いっぱい作る。350人ね。とりあえずパートナー下達成してパートナープラスに行けるように頑張る。初訪問ありがとうございます。エペとホラゲやってたら結構増えそう。ホラゲね。いつでも7、あ、ビッツって 70% 返ってくるの。お、分かる。70なのかな。サブスクが50なんだっけ。あんまね、分かんないんだよね、私。サブスクは50って書いてあるんだよ。何よく分かんない。初訪問の方ありがとうございます。フォローもありがとう。ビッツ履きたらその、あ、そうそう、ビッツ履くだ。そうだ、あのビッツは、そうそうだ、そう書いてある数字が私がもらえるやつだ。 100% ではない。あのね、100ビッツは100円で買えるわけじゃないから、あの値段は変わるんだけど、買うときの値段はこの円安とかのやつで、もう引かれた値段がその出てる数字になってるから、わかるかな、むずい。プラスサブスクいくつね。プライムも350。あ、そうだ。そうだった。あの、アマプラも含まれないんだ。大変だぞ。大変だぞ。
がもう買うときにいただいて、あ、そうそう、勝手に控えてる、そこにしてね。友の方、ありがとう。授業後のこのアカウント来るの初めてかも。ふーと呼びます。ありがとうございます。ありがとう、来てくれて。フォローもありがとうございます。あ、57分いつだ。ありがとう。じゃあ、そろそろ、ランキングを読むか。と、13位からランキング読みます。13位、サルトさん、ありがとうございます。12位、白身フライさん、ありがとうございます。11位、コペルさん、ありがとうございます。10位、プルルピョコポコさん、ありがとうございます。9位、プッチンニさん、ありがとうございます。8位、ポックミョンさん、ありがとうございます。7位、ゆめゆめさん、ありがとうございます。6位、グランサトマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。5位、ゴッチンさん、ありがとうございます。4位、マイマイさん、ありがとうございます。3位、ティンさん、ありがとうございます。2位、マサヒロさん、ありがとうございます。そして1位が、フロマンさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、今日もありがとうございました。いっぱい明日からは、ちょっと一旦ツイッチしようかな。イベントがなくって。あれだから、ツイッチいっぱいする感じにしようかなと思ってます。3日間。21日からは、またイベントが始まるんで、21日から、また、ショールームして、ツイッチちょっとしてっていう形にしようと思ってます。あ、確かに日付変わって今日だけど。お腹空いたポックミを食べる？ずるすぎる。いいな。これ美味しい。いいな。ポックミを。ツイッチ、ぜひ、ツイッチ見てない方も来てください。ツイッチではゲーム配信をしてるんで。ショールームは、雑談だけど。事前通知は X。あ、そうだね。でも大体始める時間夜で一緒ぐらいだと思います。配信、そう。夜、いつも通りぐらいでやると思います。あ、ショールームのワンルーム、あ、確かにね。ワンルームで告知しとこうか。で、配信始めたら、ツイッチでも告知？ツイッチでもじゃない。X。X でも告知みたいな感じ。ルームでお知らせしとくね。22時頃から。9時台からできたらいいなと思ってるけど、ツイッチ、ちょっと長めにね、してって思ってる。夏物の方、ありがとう。じゃあそろそろ今日は終わろうかな。また明日、日付変わって今日だけど、夜はショールーム3日間お休みで、18、19、20日間お休みで、その3日間はツイッチで配信して、21からまたショールームとツイッチで配信します。じゃあまた明日の配信で、ツイッチで、明日はツイッチで。全部そうそうだ。また明日、ありがとうございました。今日もありがとうございました。2時間。じゃあ、またね。
おやすみなさい。また明日。バイ。